56年春場所は輪島が引退し若乃花が途中休場。北の湖は横綱としての責任を一人で背負っていた。千秋楽、この場所新大関に躍進した千代の富士との対戦。勝負はあっけなく決まった。北の湖一気の寄りで千代の富士を下し22回目の優勝を決める。迎えて59年夏場所、引退がささやかれる中で北の湖は密かに復活の手応えを感じていた。大乃国北の湖戦、制限時間いっぱいとなりました。北の湖今場所調子が上がっております。残った北の湖、北の湖は上手を取りました。出ます、差し手を返して出る。大乃国残す、北の湖残しになる。それから足を寄り切り、寄り切って北の湖の勝ち。今日の相撲は北の湖復活宣言と見ていいですね。まあいいですね。もう前世時代の北の湖の相撲に戻りましたね。元気な北の湖が戻ってきました。全勝を守って優勝に大きく前進しますか横綱北の湖。この一番に勝って次の相撲で貴の里が負ければ北の湖の優勝ということも考えられます。13日目、横綱同士の対戦。左が入った、もろ差しを狙う横綱北の湖だ。北の湖浅いもろ出し、北の湖もろ出しで寄る。北の湖寄ります、千代の富士苦戦だ、千代の富士苦戦だ。寄った、寄り切り、北の湖13戦全勝。優勝へ大きく踏み出しました北の湖。14場所ぶり24回目の優勝に大きく前進しました北の湖13戦全勝。もろ出しで一方的な寄り切りでした。圧勝ですね。圧勝ですね。貴の里か北天佑か、注目の一番。土俵下で見つめる北の湖、さあどういう決着がつくか。上手はまだです。14場所ぶり24回目の優勝が決まりました北の湖です。木村庄之助、北の湖出る、残った、右四つです。よく残したね今のは。残しましたね。北の湖出る、全勝へ出る、出る、寄り切り、全勝です。見事に全勝優勝。彼自身7回目の全勝優勝。全勝ですからね。あどうね、先ほど作者さん言われましたがね、はい、初優勝の時ね、ええ、これよりももっとね今度の場所は感激が大きいんじゃないですか。見事全勝で24回目の優勝を成し遂げた北の湖。
2年4ヶ月14場所ぶりの晴れ姿であった。